ヶ原。戦国と呼ばれた時代、この国には人を殺めることで己を極めんとした男たちがいた。剣という力の支配、男たちはより高みを目指し己の剣を信じ戦った。それから数年、天下分け目と謳われた戦いは世に安寧をもたらし、戦いは姿を消そうとしていた。この世のすべてが金で買える町、祇園。この色町は時代が剣による支配から金による支配に移り変わったことを証明するかのように、今日の町に異彩を放つのだ。うちの店の看板娘たちや、先頭を歩いてるのが吉野太夫や。吉野？ああ、吉野太夫。今この町で一番綺麗で一番稼ぐ女やで。しかしなんで吉野太夫がこんな時間に歩いてんだ？ああ、なんだそんなこともわかんねえのか。あれは鶴屋の女将の作戦だよ。鶴屋の女将の作戦？でも一体何の作戦なんだ？売られに来た女たちの気を引くためさ。ああして祇園一と呼ばれる吉野が歩けば女たちの目につく。誰？あの綺麗な人？ってな感じで女たちは吉野に憧れる。そこで鶴屋の女将が言うわけさ。ありゃうちの店の看板娘さってな。なるほど、それで上物の女を持っていくってわけだな。そうだ、しかも安く買い叩いてな。さすが大店鶴屋の女将だ、えげつないことするね。でもまあそのくらいのことしなきゃこの町じゃ生き残っていけないってことさ。私もあの人みたいになれるんかい？ああ、精進すればなれるわ。本当かい？もちろん、うちの店に入ればな。ほな、仕事に戻るで。あの吉野太夫が座敷を持つ
鶴屋に入りたい女子はおるか。また昼寝どうすか。こないな調子やったら商売上がったりやね、達也の旦那。なんだお前か。久しぶりのお散歩やったから顔でも見てこうか思て。それよりお茶くらい出してくれはってもええやんか。ふん、何が散歩だ。どうせまた鶴屋のおかみに頼まれて一芝居打っただけなんだろ。まあせやけど。いい加減夢を見させるのはやめておけ。またこの町から抜け出せなくなる女が増えるだけだ。何が言いたいん。結局お前みたいな太夫になれるのはごく一握りの女だけだ。自分が一番よく分かってんだろ。あれ褒めてくれはるん。違う。ほんならうちらのおかげで商売しているあんたは何様や。はあ、いちいちうるせえな。それにそんなうちらに片っ端から手つけるような真似して、旦那がこの町におると泣く子が増えて困るわ。俺の金で遊んでんだ。文句言われる筋合いじゃねえよ。何を偉そうに。初めてこの町に来はった時には右も左もわからんお侍さんやったくせに。カニ言い過ぎたわ。ほなそろそろ店戻るわ。また気向いたらお客さんとして座敷に来てや。ああそういう誘いならいつでも乗るぜ。いつになったらやらせてくれるんだよ。そういうこと言うてるんとちゃうやん。またね。ああなに昼からカッコつけてんだ。ん？あきれ。伊藤さんじゃねえか。ああ。はあ。
え？なんか騒がしいな。またどうせ売られに来た女が逃げ出そうとでもしたんだろう。いつものことさ。じゃあ俺は店の方に戻るわ。またな。ああ。どうした？何の騒ぎだ？大門で旦那の客が。客？今大門で暴れ回って大変なんすよ。とにかく来てください。あいつですよ、あいつ。なんだよ、ガキじゃねえか。やめて。ほら、こっちに来い。いや、言うこと聞かねえか。早く、キリって人に会わせて。いや、あの調子なんですわ。るでしょ。こっちもただのガキだったら追い出しちまうんですが、旦那の名を叫ぶもんで。ん？旦那、どうしました？帰る。え？俺はあんなガキは知らん。ちょっと待ってくださいよ、桐生の旦那。あ、おい待て。桐生さんですか？あなたが桐生さんですか？ああ、そうだが。そう、よかった。お前は俺に何の用だ？ある人の紹介で桐生さんに会いに。ある人？誰だ？わかりません。何？名前は聞いていません。でもその人が桐生さんに会えば大丈夫だって。何言ってんだ、さっぱり意味がわからん。やっぱあれじゃないですか、あれ、旦那がどこぞの女にでも産ませた隠し子ってやつじゃ。とにかく俺はこんなガキは知らん。帰るぜ。ちょっとそれないっしょ。そんなんこっちも困りますよ。ん？じゃあ金もらおうか。お前も俺のこと分かってんだろ。俺を動かしたかったら金の少しでもよこせ。はあ？ちょっとそれ言ってることむちゃくちゃっすよ。
旦那の客なんすよ。達也に仕事を頼むときは金が必要だってことはお前だってよく知ってるはずだ。俺は金の絡まない話に興味はねえ。でもこれは仕事とは別でしょ。いや同じだ。金さえもらえばこのガキの世話だって何だってしてやる。どうする？でも…じゃあこの話はなしだ。お前らも女子供の扱いには慣れてんだろ。金払えねえなら自分で何とかするんだな。お金さえ払えば何でもしてもらえるんですか？ん？本当にお金さえ払えば何でもしてくれるんですか？ああそうだ、金さえもらえば何でもするぜ。どうしたんですか、旦那。旦那？この娘、俺が預かろう。え？どうしたんですか？だから俺が預かるって言ってんだ。お前らもその方が都合がいいんだろ？まあそうですけど。あ？こいつ、こんなもん持ってやがる。お前、どうしてこんなもん持ってやがるんだ？いや、何しでかすつもりだったんだ。いや、こいつ。旦那、やめときな。このガキ俺が預からせてもらうぜ。いや、しかし、やっぱりこのガキ俺の子供かもしれねえ。旦那、まあ悪いようにはしねえからよ。ったく。さ、じゃあ話は店の方で聞くとしようか。はい。さあ、お嬢ちゃんには聞きたいことが山ほどある。まずその脇差しなんだが。あの、本当にお金さえ払えば何でもしてもらえるんですか？ああそうだが。どんなことでも絶対。ああそうだ、ちゃんと金さえもらえりゃの話だけどな。じゃあ一つ頼みたいことがあるんです。ん？黙ってたんじゃ何もわからねえだろう。あのどうした？なんだ、言ってみろ。あの人を。ん？人を？なんだ？ある人を。ある人を。殺してほしいんです。ん？お願いします。宮本武蔵。宮本武蔵を殺してください。
じゃあお前がこの町に来たのはそのおじさんってやつに俺を頼れと言われたからなんだな。はい。でさっき俺が金さえもらえば何でもやると言ったから人殺しを頼もうと。はい。じゃあもう一つ聞くけど、お前はそのおじさんってやつにお前の親たちを殺した男が宮本武蔵だと聞いたのか？じゃあなんでこの刀を持っていたんです？え？私の父と母、兄を殺した男がこの刀を。本当か？はい。それでその刀を持っていた人を探したんです。そうしたら宮本武蔵って人のものだと。どこで聞いたんだ？近江の国、小さな村の人が教えてくれました。お願いします。その宮本武蔵という男に復讐してください。敵を取ってください。お願いします。いや、ダメだ。いいか、お嬢ちゃん、人殺しなんてもんはしない方がいい。わかるか？それに俺はお嬢ちゃんの殺したがってる宮本武蔵なんて男は知らねえ。でもなんだ？お金さえ払えば何でもしてくれるって。じゃあ百歩譲って人殺しを頼まれたとしよう。でもお前に俺に払える金があるのか？さっきも言ったが、この町では何をするにも金が必要なんだ。祇園って色町じゃ剣や位は通用しねえ。あるのは金の力だけだ。外を見てみろ。この町じゃお前とそう年の変わらねえ女たちが自分の身を削って働いてるんだ。金で身を売られ、必死になって芸を磨いて自分の力で金を稼ぐ。そしてそんな女たちに男は金を使う。じゃあ私もお金があればいいんですか？さあ、あんたら、これで大体この町のことは分かったな。ああ、この店は立つや言うて、金さえ払えばどんな汚い仕事でも引き受ける。まあ言うたら、何でも屋みたいなところや。なあ、立つやの旦那。まあ、鶴屋みたいに品格のある店は、働く人間もお客様も問題なんて起こさへんから、こないな店の世話になることはあらへんのやけど。ずいぶんな言いがかりじゃねえか。おお、今度はこないに若い子にまで手出してはるん？見境あらへんな。違う、これは。お嬢ちゃん、どこの店のカムロさんや？ま、どうでもええけど、こないな男と一緒におったらお先真っ暗です。ま、せいぜい頑張っておくれやす。
あんたらもよう覚えておきや。この男の世話になるような問題を起こしたら、うちの店の座敷には上がれへんで。ほな、さいなら。行くで、あんたら。ん？どうしたんだ、お前。すみません。何の用や。私を買ってください。え？私を遊女として買ってください。お願いします。